はい、おはようございます、浩平です。いや、今日は今ですね、今病院、3件目なんですよね。これで、ちょっとこの前の続きになるんですけれども、もしかしたらこの動画、どういう風な形、その最初の病院からつながってあげているのか、ここからスタートしているのかちょっと分かりませんけれども、今日は今ですね、今 YouTube 始めてきて、視聴者さんに、一番残念なニュースを言わなければなりません。最初の1件目で、結論から言いますと、安楽死を、させた方がいいという、まずそれが一つなんですよね。はい。急に安楽死と勧められたんですよ。で、体はずっと弱ってはきてます。年もあって、で、普通に食べてて、普通にお水飲んで、で、散歩をねするときだけ、距離とかは、だんだん短くなってはいたんですけれども、安楽死と、急に言われて、今ちょっと僕も、ちょっと動揺してるというか、びっくりしてるんですよね。で、原因は、リバー、いわゆる肝臓が、もう癌になってて、もうなってるんですよね。なってるって言われました。で、その症状にはほとんど現れてないんですけれども、もう長くないっていうことは明らかだと。で、安楽死を勧められた理由として、今だったら、何の痛みもなく、天国に行けるというのが、それが安楽死を勧められた理由なんですよね。はい。あ、で、ちょっとですね、今病院、今3件目の病院で、ちょっと順番待ってるんで、ちょっとね、一度行ってきたいと思います。